目標の女優は松たか子で、好きな映画はジョゼとトラと魚たちを挙げている。父和明の大学時代からの親友でサッカー指導者の石崎信弘や教え子である元日本代表の中山雅史とは幼少期から面識がある。父親が監督を務めていた常葉学園立花高等学校のサッカー部が第84回全国高等学校サッカー選手権大会に初出場した際にはサッカー部員へミサンガを送った。友人には柴崎浩、須藤敦子らがいる。また高校の同級生だった鈴木杏とは一番親しい間柄と語っている。また映画海町ダイアリーで共演した綾瀬はるかとも仲が良く、綾瀬からマサルちゃんと呼ばれている。世界の中心で愛を叫ぶに長澤が映画版、綾瀬がテレビドラマ版でヒロインを務めるなど、何かとライバルとして比較されることが多かった。海町ダイアリーで共に4姉妹を演じた綾瀬、加穂、広瀬すずとは毎年交流が続いている。2021年7月に行われ、300人が投票に参加した顔芸がすごいと思う女優ランキングでは、綾瀬はるかや広瀬アリスらをしのぎ2位を獲得した。